ね。ですね、はい、そういう意味も込めてどうこう相手に合わせて変えていくのか、まあ、守備はね、名古屋グランパス前半の45分がスタートしました。名古屋のキックオフでスタートです。長いボールを前線蹴りましたが、これは前からキャッチしています。うわ、ここは厳しくいきました。川面のプレーです。パトリック強いですね、強いですね、はい、もう一度パトリックを狙う、落として前を向かう、そのままシュート、前からです。中央ちょっと穴が開いているようにも見えるんですけどね、はい、ここも長いボール森島です。前川発生からトゥレロ、ここはパトリック、うまくミスをつきました。逃しませんでした。パトリック8試合ぶりのスタメンで今シーズンの2得点目、これで通算98ゴール飛ばさなかったですね、はい、まあ、ただちょっと神戸としてもこう前川選手いつもだったら蹴ってるところだと思うんですよね。でちょっと発生逆サイドのパトリック、ジアンパトリック、中大阪をそのファーから大阪か、同点、最後は佐々木、最後は佐々木が押し込みました。1対1の同点、早い時間帯で追いつきました神戸です。前半1対1での折り返しです。まあ、立ち上がり名古屋がいい形を作って、はい、そんな中後半は左エンド神戸、右エンドが名古屋です。神戸のキックオフでゲームがスタートです。大木原が一番後ろに下げて、エアポケットには時間がね出てくるかもしれません。シュートを放つ、見事なゴールでした。得意の形、稲垣スーパーゴールで勝ち越し。左足でしたからね、はい、左足のスーパーゴールです。稲垣、いや、もう長谷川監督の表情もすごいね、いったっていう表情ですね、稲垣今シーズン3ゴール目、これを左足ダイレクトです。武藤選手が触ったんですかね、ちょっとこうちょっとリフレクションしてるんですかね、はい、あ、違いますね、触ってないようにも見えますね、高さが良かったんでしょうね、うん、これで攻撃の形、あとはセットプレーですね、コーナーキック取れば、はい、菊池選手がいますから、はいはい、1枚そのセットプレーの枚数を増やしたという予想ですね、ジアンパトリックに変えて菊池隆法です。その佐々木に代わって山内翔が入ります。24歳アカデミー育ちの佐々木に代わって22歳、アカデミー育ちで筑波大学を経て、今日は 23,650人のお客さんが入りました。前向いたシュート、同点、入ってすぐに決めました。山内仕掛ける、出てくるか神戸、大迫戻して山川のクロスボールからヘディングシュート、決めました。これまた途中出場菊池隆法、そして柔らかく入れて山岸折り返す、ゴール前、ゴール前、しかしここで笛が鳴って PK か、カードが出て風になりましたからね、はい、今ここですが山岸が、そうですね、倒れています。山岸選手が競り勝ってるんでね、これ、前川が突進していってますから、はい、しっかり山岸選手が、ね、ボールにアクション、それともしっかりと決めるか、稲垣指導する、稲垣決めました、3対3の同点、名古屋としては大きな PK です。 PK ストップとはなりませんでした。前川、3対3のドロー。